Hi everyone, welcome to Create Eat Happy. This is Ochigeron. Today I wanted to show you how to make cola shaved ice with popping candies. It is fun and cool idea you may want to try during the hot season. You can forget about the heat. I hope you enjoy this video and I hope you can try it out. これですね。これですね。このかき氷メーカーを使います。なんで使うの?昔買ったこんなやつです。こんなやつでじゃん。じゃん、つってる。開けて、開けました。で、ここに氷を入れます。簡単です。 氷を入れるときはここまでですって書いてある。ここまでね、この黒い線までしか入れちゃいけないんだって。はい、じゃあこんなもんかな。黒い線までね、黒い線まで入れました。はい、そしたらこれをつけてギュッと、ギュッと。ただない。 これ全部だ。これで全部でした。これがコーラの味がするんだって。しゃごみしていい。よし、コーラ味のシロップをかけました。捨てていい。捨てていい。捨てていい。あ、それでいいよ。いいよ、どうぞ。で、アイスクリームです。じゃあ、これ美味しいよね、普通の。 最後にのせるのが、じゃん、パチのキャンディー。音がするよ、聞いててね、見ててね。ラムネも入ってるからね。じゃあ行きます。いい音がするね。 すごい。こっち?ねえ、そっちもバチバチ言ってるね。 じゃあいただきます。すごいバチバチ言ってます。聞こえるかな。うん、うん、口に入れた方がすごい、すごいバチバチ言ってる。もうさ、このかき氷とバチバチアイスの組み合わせ<笑>間違えて飲み込まないようにしないと、ほんとすごい、すごい、なかなかいいです<笑>すごいね、もうすごいね。これなかなか先進まないです。舐めてる途中に飴を噛むと一段とバチバチして、
じゃあ次も舐めていただきます。間違えてもね、飲み込みたくないよね。うん、うん、美味しい。このコーラのかき氷シロップ初挑戦だけどすごく美味しいです。うん、結構たくさんかけても大丈夫なので、器の底にもね入れて、それからアイスを削った方が良かったんじゃないかなと後から思いました。うん、うん、美味しい。ほんと飲み込んだらやばいね。うん、弾けるよね。